北マケドニア共和国、通称北マケドニアは、東ヨーロッパのバルカン半島南部に位置する共和国。前身は、ユーゴスラビア連邦の構成国の一つで、南はギリシャ、東はブルガリア、西はアルバニア、北はセルビア及び、コソボと四方を外国に囲まれた内陸国である。北マケドニア共和国は、地理的には、マケドニアと呼ばれてきた地域の北西部にあり、 現在では、マケドニア地域全体の約4割を占めている。残りの約5割はギリシャに、約1割はブルガリアに属している。また歴史上、北マケドニア共和国の多数民族は、マケドニア人と自称、多少されるが、彼らは、スラブ語の話し手で、南スラブ人の一派であり、ギリシャ系の言語を話していたと考えられる古代、マケドニア王国の人々と直接の連続性はない。 これらの理由から、1991年の独立当初の国名をめぐり、ギリシャとの間で口述するような国名論争が生じた。憲法上の正式名称は、巡航用語のアルバニア語での表記は、リップブリカイ、e ・マクデナイズ・ウェス。バーヤット、通称、マカドニアイ、e ・バーヤットである。公式の英語表記名は、リパブリック・オブ・ノース・マケドン。略称、ノース・マケドン。 日本語での表記は北マケドニアもしくは北マケドニア共和国。2019年2月まではマケドニアもしくはマケドニア共和国であったが、前者では地域としてのマケドニアと区別がつかない。また日本は国連と同様にマケドニア旧ユーゴスラビア共和国で国家承認を行っており、行政公文書等における日本語の表記は マケドニア旧ユーゴスラビア共和国となっていたが、2020年4月1日に北、マケドニアに変更された。かつて、日本国外務省では、単にマケドニアあるいはマケドニア共和国と簡略化して表記する部分も部分的に見られた。この他に日本語でのリリースを発表する機関として、欧州連合があるが、欧州連合の加盟国であるギリシャが、 マケドニア共和国の正式故障を認めていないため、通常、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国で言及された。マケドニアと呼ばれる地域エーゲマケドニア北、マケドニア共和国灰色線内、地理上のマケドニア地方赤色線内、古代マケドニア王国、アレクサンドロス大王で有名な古代、マケドニア王国の領地が、自国にあったギリシャは、本来のマケドニアは、ギリシャであると主張している。 実際、マケドニアとは、北マケドニア共和国の他に、ギリシャやブルガリア、アルバニアのそれぞれ一部にもまたがる地域の名称である。特に、ギリシャ領は、マケドニア地方の5割ほどを占めており、北マケドニア共和国の領土は、全体の4割に満たないことに加え、アイガイやペーラ、テッサロニキ等の古代マケドニア王国当時の、主要都市の多くも現ギリシャ領である。このように、 歴史的な古代マケドニアとの継承性及び地理的にマケドニア地方全体の4割に満たない北マケドニア共和国がマケドニアと名乗ることへの警戒感からこの国をマケドニアの名称で呼ぶことを嫌いバルダル、スコピエなどと地名を使って呼んだ同時に1990年代よりマケドニア共和国の国語を改めるよう要求したこれに対して マケドニア共和国の側は、共和国には、ギリシャ領をマケドニアへの領土的野心がないことを説明し、国名を自国で決める権利は認められるべきであると主張した。北、マケドニアがマケドニアという国名で独立した1991年以降、ギリシャはマケドニアに経済制裁を課し、マケドニアという国語を古代マケドニアと類似したベルギナの星を用いた国旗、 周辺国に住むマケドニア人の権利を擁護するという内政干渉的な憲法条項の3つを改めるよう圧力を加えた。このため、マケドニアは国際的な暫定故障を変え、国旗をベルギナの星とは無関係のものに改め、ギリシャ領をマケドニアへの領土的野心を明確に否定する憲法改正を行い、1995年に経済制裁を解除された。 この当時のマケドニアは、ユーゴスラビア崩壊によって、かつてのユーゴスラビアという市場を失い、またユーゴスラビア紛争に伴って、北に隣接するセルビアの経済を混迷し、また国際的な経済制裁下に置かれていた。また、冷戦終結によって東西に隣接するアルバニア、及びブルガリアの経済は、混乱状態にある中、海を持たないマケドニアにとって、 南に隣接するギリシャの経済制裁の威力は絶大であった。マケドニアは1993年にマケドニア旧ユーゴスラビア共和国を国際社会における暫定的故障として国際連合へ加盟した。これ以後多くの国々や国際的組織はこの暫定名称でマケドニアとの関係を持った。しかし、 2008年11月の時点で、アメリカ合衆国やロシア連邦等、約125カ国の国々は、暫定名称のマケドニア旧ユーゴスラビア共和国ではなく、憲法上の国名であるマケドニア共和国の名でこの国と外交関係を結んでいる。2008年、マケドニアとアルバニア、クロアチアの北、大西洋条約機構加盟について、 ルーマニアの首都ブカレストにて、ナトー加盟国の間で議論が持たれた。この時、クロアチア及びアルバニアの加盟が承認された一方、マケドニアの加盟はギリシャの拒否によって否認された。このことは、マケドニア国内で激しい怒りを生み、ブカレストは、ひどい支持の同義語とみなされるようになった。マケドニア側は国名に関して、 一定の情報をする代わりに国民や国を表す形容詞として単にマケドニアのまたはマケドニア人と呼ばれることを望んだがギリシャ側はこれらを否定しすべて統一的に変更されなければならないとして情報を示さなかった。マケドニア側は国名の問題に関して国際司法裁判所に提訴した。しかし2017年に発足したゾランザエフ政権は NATO や EU 加盟を目指すため従来の強硬姿勢を、改め、これをギリシャ側も交換。故障問題を解決する機運が高まり、2018年1月には、両国の外相会談で、作業部会の設置が決定され、国連による仲介も再開される見通しとなった。2018年2月、ゾランザ F 首相は、新しい国名の案として、北マケドニア共和国、上、 マケドニア共和国、バルダル、マケドニア共和国及びマケドニアスコピエ共和国の4つが上がっていることを明らかにした。2018年6月12日にマケドニアは国名を北マケドニア共和国とすることでギリシャとの政府間合意が成立。17日には両国の外相が暫定的な合意文書に署名した。正式決定には 両国議会で了承されることが必要となったが、両国国内には解明に反対する世論も存在した。マケドニアでは議会の最大野党が合意を非難し、また、イバノフ大統領は承認を拒否する方針を表明した。ギリシャでも議会の最大野党が合意に対する不支持を表明、また、アテネの国会前及び署名式典が開かれた両国の国境に近い、 サラデスの周辺において、抗議デモに対し警察が催涙弾などで鎮圧に当たる事態となった。マケドニアでの国民投票は、同年9月30日に実施されたが、野党側がボイコットを呼びかけたこともあり、投票率は約37%にとどまり成立条件の50%を下回ったため無効となった。 今回の投票結果が法的拘束力を持たないことから財布首相は引き続き解明の手続きを進め野党が同意しなければ総選挙を早期に実施する意向を表明した議会の承認プロセスでは両国内で野党勢力の切り崩しなどが行われまず2019年1月11日にマケドニア議会が国名変更のために必要な憲法改正案を承認し 同年1月25日にはギリシャ議会で解明合意が承認され、故障問題はマケドニアの国名変更で決着した。2月12日に解明が発行し、翌13日には国名変更を国際連合に通知した。マケドニア地域には古くから人が居住しており、イリュリア人やトラキア人などの部族が拡挙していた。紀元前4世紀から 紀元前3世紀にかけて現在の北マケドニア共和国に相当するマケドニア地域北部はマケドニア王国の支配下となっていった。マケドニア王国はアレクサンドロス3世の時代にアジアやエジプトに及ぶ最大半島となるがその死後国は分裂。紀元前2世紀には西から勢力を拡大したローマ帝国の支配下となっていった。紀元前146年。 この地域は正式にローマ帝国のマケドニア族州の一部とされた。ローマ帝国が東西に分かれるとマケドニアは東ローマ帝国の一部となった。サムイルによってプレスパコに建てられた聖堂跡。ここにはサムイルの墓がある。マケドニア地域には北から西ゴート族、フン族、アバールそしてスラブ人などが侵入を繰り返した。 7世紀初頭には、この地域の多くは、スラブ人の居住地域となっていた。スラブ人たちは、それぞれ異なる時期に、段階的にこの地域に入ってきた。スラブ人の居住地域は、ゲ切り車両のテッサロニキなどを含む、マケドニア地域のほぼ全域に拡大していった。680年頃、クベルに引きられた、ブルガール人の一派がマケドニアに流入した。9世紀後半、 テッサロニキ出身のキュリロスとメトディオスの兄弟によってキリスト教の聖書がスラブ語に翻訳された。9世紀に北方から侵入して東ローマ帝国と衝突しながら勢力を拡大していった第一次ブルガリア帝国は9世紀末のシメオン一世の時に最盛期を迎えマケドニア地方もその半島に収められた。 キュリロスとメトディオスの弟子たちには、スラブ語の聖書を用い、ブルガリア帝国の支援のもと、スラブ人たちにキリスト教を布教していった。シメオンの死後、ブルガリア帝国は次第に衰退し、マケドニア地方は再び東ローマ帝国の支配下となった。978年、マケドニア出身のサムイルはこの地で、東ローマに対する反乱を起こした。 サムイルはこの地方のオフリドを首都としてブルガリア帝国を再建し、彼の下で再度ブルガリア帝国は急速な拡大を迎えた。しかし、1014年にサムイルが死去するとブルガリア帝国はその力を失い、1018年には完全に滅亡し、再び東ローマの支配下に返した。その後、この地方は北で起こったセルビア人の地方国家の乱立や、 その他の地方領主の軍有拡挙の状態を経て、12世紀末頃には、新興勢力の第二次ブルガリア帝国とセルビア王国、そしてラテン帝国やニカーヤ帝国といった十字軍国家の間で勢力争いが繰り広げられる。十字軍を退けて復活した東ローマ帝国やブルガリア帝国は、東から新調してきたオスマン帝国によって国力を落ちとた。 その感激をついて、セルビア王国は、ステファン・ウロシュ三世でチャンスキーのもと、大幅な領土拡大に成功し、マケドニア地方全域を支配下に収めた。その息子、ステファン・ウロシュ四世、ルシャンの下でセルビアは絶頂を迎え、ウロシュ四世は、スコピエを首都として同地にて1345年、セルビア人とローマ人の皇帝として、大官を受け皇帝に即位する。しかし、 ウロシュ4世の死後はセルビアは地方領主の拡挙する状態となり1371年のマリツァ側の戦いなどを経てマケドニアはオスマン帝国の支配下となったオスマン帝国は支配下の人々の分類を言語や民族ではなく宗教の所属に置いていたこれらの人々の貴族意識もキリスト教の正教会信仰に置かれマケドニア人という民族意識も 民族名称も存在しなかった。教会の管轄はコンスタンディヌーポリ総主教庁であった。長いオスマン帝国の支配下で多様な民族の混在化が進み、マケドニア地域にはスラブ人、アルーマニア人、トルコ人、アルバニア人、ギリシャ人、ロマ、ユダヤ人などが居住していた。この地域のスラブ人の話す言語はブルガリア語に近く、マケドニア地方のスラブ人は、 ブルガリア人とみなされていた。19世紀、セルビア王国やギリシャ王国がオスマン帝国から独立を果たすと、この地域の一人個人、特に西教徒の間ではオスマン帝国からの分離の動きが加速した。1878年にブルガリア公国が成立すると、一度はマケドニア全域がブルガリア公国の領土とされたものの、 ブルガリアの独立を支援したロシア帝国の影響力拡大を恐れた列強諸国によってブルガリアの領土は三分割されマケドニア地方はオスマン帝国領に服した。マケドニアで最大の人口を持っていたスラブ人の間ではマケドニアの分離とブルガリアへの併合を求める動きが強まり内部マケドニアアドリアノープル革命組織などの反オスマン帝国組織が形成された。 この頃、マケドニア地域のスラブ人の多くは、ブルガリア人を辞任していたが、ブルガリア人とは異なる。独自のマケドニア人としての民族辞任も芽生え始めていた。内部マケドニア革命組織は、ゴチェデルチェフラの指導の下で、武装放棄を進め、1903年8月にイリンデン放棄を起こした。イリンデン放棄は失敗に終わったものの、 この地域のスラブ人による反オスマン帝国の闘争は続き、また比較的オスマン帝国への親和性の高かったアルバニア人の間でもプリズレン連盟を中心にオスマン帝国からの自立を求める動きが高まった。またマケドニアを自国領へと組み込むことを狙っていたギリシャ、セルビア、ブルガリアからも複数の組織がマケドニア地方に浸透していった。 1912年の第一次ワルカン戦争の時、内部マケドニア革命組織は、ブルガリア軍の側について、オスマン帝国と戦った。第一次ワルカン戦争によって、オスマン帝国は、マケドニア地域を手放すこととなったが、マケドニア地方全域を自国領とすることを求めたブルガリアと、マケドニアの分割支配を求めたセルビア、ギリシャの間で対立が起こり、 翌1913年の第二次バルカン戦争へと発展したマケドニア分割。色が濃く塗られているのがオスマン帝国が放棄した領土。このうち北西側の緑色の部分は北に隣接するセルビアの領土となった。第二次バルカン戦争ではマケドニア地域の南部5割はギリシャ、西北部4割はセルビアが奪取し、ブルガリアは1割を確保するに止まった。 この時のセルビア領マケドニアが、後の北マケドニア共和国の領土となった。ギリシャ領、セルビア領のマケドニアでは、ブルガリアの支援を受けた抵抗運動が活発に起こったが、第一次世界大戦で、中央同盟側についたブルガリアが敗北すると、縫い条約によりギリシャ領マケドニアのスラブ人は、住民交換の対象となった。この時、すべてのスラブ人の母国は、 ブルガリアとされ、自身をキリシャ人と宣誓した者以外はすべて、ブルガリアへと追放された。他方、ユーゴスラビアとなった、セルビア領マケドニアではその後も、内部マケドニア革命組織による抵抗運動が続き、1934年には、ユーゴスラビア王、アレクサンダル一世を暗殺した。第二次世界大戦時、数軸国はユーゴスラビアに侵攻した。 数軸側についたブルガリアは、ユーゴスラビア領マケドニアの大部分を支配下に収め、マケドニア併合の夢を実現する。マケドニアのブルガリアへの統合を歓迎する内部、マケドニア革命組織の右派はブルガリアによる占領統治に協力するが、ブルガリアから独立した統一マケドニアの実現を、施行した左派の勢力は、ヨシップブロズキトを率いる共産主義者のパルチザンとして、 スー国に抵抗した。九百四十四年には、スー国に対する抵抗勢力は、マケドニア人民解放反ファシスト会議のもとに、統一された。ユーゴスラビア連邦の構成国として成立した、マケドニア社会主義共和国。第二次世界大戦で、ブルガリアが敗退し、ユーゴスラビアが、マケドニア北西部の支配を回復すると、ユーゴスラビアは、ティトウの指導のもと、 共産主義体制を取る連邦国家となった。マケドニア人民解放反ファシスト会議の決定に従ってユーゴスラビア領マケドニアはマケドニア人民共和国となった。ユーゴスラビア連邦の下ではブルガリア人とは異なるマケドニア人意識が慣用され、またスコピエ方言を基礎としたマケドニア語の聖書法も確立された。1963年にはスコピエで スコピエ地震大震災が発生し死者1100人を出した。1991年から1995年の国旗1990年冷戦終結の影響を受け、ユーゴスラビアでは戦後初めての複数政党制による民主選挙が行われた。マケドニアでも国名から社会主義の語を外し、マケドニア共和国と解消された。マケドニア同様に ユーゴスラビアの構成国であったスロベニア、クロアチアでは独立を施行する勢力が圧倒的勝利を収めユーゴスラビアからの独立を宣言した。これを受けてマケドニアでも独立の準備が進められ1991年9月8日、マケドニア大統領記録リゴロフの下、マケドニアは独立を宣言した。独立国となったマケドニアは 古代マケドニア王朝のシンボルであるベルギナナ星を描いた国旗を制定した。ユーゴスラビア連邦軍が保有する兵器をマケドニア側に分け与えず、すべてセルビア側が持ち去ることを条件に、1992年3月にはユーゴスラビア連邦軍の撤退が実現された。1993年1月に国連に加盟申請するが、ギリシャとの間で国名論争が勃発し、 4月に暫定国名マケドニア旧ユーゴスラビア共和国で国連加盟が承認された。しかしギリシャは納得せず1994年2月に経済封鎖された。この時国旗を変更し憲法の一部を改正した。1995年にはギリシャの経済封鎖が解除された。1998年総選挙の結果 共産主義時代の政権党であった、マケドニア共産主義者同盟の流れを組む、マケドニア社会民主同盟に代わり、中道右派政党に転向した内部、マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党を中心とする連立政権が成立。1999年の大統領選挙では、同党のボリストライコフスキが首相となった。前述のように、マケドニアからは大きな衝突なしに、 セルビア人勢力が撤退し、ユーゴスラビア紛争の前半で激戦地となったクロアチアやボスニアヘルツェゴビナに比べて平穏に独立を達成した。しかし、1990年代後半、隣接するセルビア領のコソボ自治州で発生したコソボ紛争によって、セルビア側の勢力の迫害を恐れたアルバニア人の難民が大量にマケドニア共和国に流れ込んだ。 セルビアがコソボ自治州から撤退した後、彼らの多くはコソボへと帰還していった。2001年、マケドニア国内で人口の2割強を占めるアルバニア人に対する待遇に不満を持つ者らによって武装勢力、民族解放軍が結成された。民族解放軍はコソボ解放軍と深いつながりが指摘される武装勢力で、 コソボ紛争が終わって自由になったコソボ解放軍の武器や人員が多く含まれている。2月の民族解放軍の放棄によって起こったマケドニア紛争は8月にアルバニア人との権力分裕やアルバニア語での高等教育などを含むアルバニア人の民族的権利の拡大を認める和平合意文書が調印されて集結した。和平監視のために NATO 軍が駐留を開始した。 同年十一月には、オフリド合意に基づいて、議会で憲法の改正が可決された。二千二年九月の総選挙では、マケドニア社会民主同盟が政権を奪還し、民族解放軍が解組したアルバニア人政党、民主統合連合と連立政権を組んだ。その後もアルバニア系武装勢力によるテロ事件や警察との衝突は散発的に起こったが、治安は回復し、 平穏な推移を見せている。2006年、2008年の総選挙では内部マケドニア革命組織が勝利を収めたが常にアルバニア人政党との連立政権を組んでおりアルバニア人政党とマケドニア人政党による権力の分有は定着しつつある。アルバニア語教育をはじめとするアルバニア人の民族的権利は守られており国内のマケドニア人とアルバニア人の関係は 比較的良好である。2008年2月には隣接するコソボが独立を宣言した。マケドニアのアルバニア人を中心にコソボの独立を承認する動きが強まった結果、同年10月にマケドニア共和国はコソボの独立を承認し、2009年に正式な外交関係が樹立された。2019年1月には国名を北マケドニア共和国とすることが決定。 2月12日に改名が発行した。2020年3月27日、NATO に加盟した。マケドニア議会議事堂北マケドニアは、共和制、議員内閣制を採用する立憲国家である。現行憲法は1991年11月17日に制定され、同月20日に施行されたものである。国家元首である大統領は、 国民の直接選挙で選出され、任期は5年、参戦は禁止されている。大統領は、元首として北、マケドニアを代表し、形式的に国軍最高司令官及び治安評議会議長を務める。しかし、その権限は、儀礼的なものに限られている。実際の政治は、行政二人内閣が率いる。総選挙後発の議会で首相が選出され、その後、 議会により、閣僚の選出が行われる。立法府は一員正議会で、定数は123議席である。議員は比例代表制により選出され、任期は4年である。北、マケドニアでは、複数政党制が機能している。主な政党には、中道派の内部マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党と、中道左派のマケドニア社会民主同盟の2党がある。 北マケドニアのアルバニア人を代表する政党は、アルバニア人民主党と民族解放軍から解組した民主統合連合の2党がある。2004年の大統領選挙では、社会民主同盟のブランコ、ツルベンコフスキがベムロダプムネの候補を抑え、当選した。2009年4月5日の大統領選挙の決選投票では、与党、ベムロダプムネのジョルゲイバノフが65%、 前後の得票率で野党、マケドニア社会民主同盟のリボミル・フルチュコスキを破り、当選した。2014年の大統領選挙では、イバノフが再選を果たした。クロアチア首相、イー・ボ・サナデル、アメリカ大統領ジョージ・ W ・ブッシュ、アルバニア首相、サリベリシャ、マケドニア首相、ニコラ・グルエフスキ。クロアチア、アルバニア、マケドニアの三国は、アドリアグループとして協力して、 ナト o 入りを目指したが、マケドニアのナト o 加盟はギリシャの拒絶にあった。マケドニアは1990年代前半のユーゴスラビア崩壊に伴うユーゴスラビア連邦からの独立に際して戦火に巻き込まれることなく平和的な独立を果たした唯一の国家である。そのため連邦解体に反対の立場にあったセルビアや その他の旧ユーゴスラビア諸国に対する国民感情は他の旧ユーゴスラビア諸国の国民に比べると穏やかである。2008年10月にセルビアが自国領と考えるコソボをマケドニアは国家として承認した。セルビア共和国はこれを受け入れられないとし、マケドニアに駐在する大使を召喚するとともにセルビアに駐在するマケドニアの大使をペルソナノングラータとして 国外追放した。マケドニアからは、新しい大使がセルビアに入る予定である。北、マケドニアには、人口の2割から3割程度のアルバニア人が、居住しており、アルバニア及び、コスボを巻き込んでの大アルバニア主義の身長は、国土の統一を脅かす問題として警戒されている。1997年の暴動で、混乱状態に陥ったアルバニアでは、 コソボ独立を求めるアルバニア人武装勢力、コソボ解放軍が拠点を設け、人員を集め、また軍施設から略奪された武器を集めていたと考えられている。コソボ紛争が終わると、その武器と人員の一部がマケドニアのアルバニア人武装勢力、民族解放軍にもたらされたと考えられている。このようなことから、アルバニアよびコソボの安定は北マケドニアにとって、 死活的な問題となっている。マケドニアは2008年2月にコスボが独立すると10月に同国を国家承認した。2009年には両国間に外交関係が樹立された。マケドニアの独立を最初に承認したのは東の隣国ブルガリアであった。歴史的にブルガリアはマケドニア人はブルガリア人、マケドニア語はブルガリア語の一部であるとみなし、 マケドニアを含むマケドニア地域全体への領土的な執着を持ち続けてきた。ブルガリアはマケドニアの独立を認める立場を取りつつ、その民族や言語の独自性には否定的な見解を繰り返し表明している。そのため、マケドニアではブルガリアはマケドニアの存在そのものを脅かしかねないものとして警戒されている。しかし一方で、 周辺地域の緊張関係に悩まされるマケドニアに、とってブルガリアは最大の擁護者でもあり、両国の関係は複雑である。北マケドニアのナト o 加盟は実現したが、欧州連合加盟は前日の言語問題を理由としたブルガリアの反対を受けている。これに対して、ザエフ首相は EU の価値観に反していると反論している。南のギリシャとは戦術したマケドニア故障問題を 抱えていたほか、スラブ系のマケドニア人という民族辞任やマケドニア語という言語呼称も問題となっている。ギリシャには第一次世界大戦後のヌイ条約の定める住民交換によってギリシャからブルガリアに追放されるのを逃れるために自身をギリシャ人と宣誓してギリシャ領マケドニアに泊まった少数のスラブ人が住んでいる。 このスラブ人の中でも1991年のマケドニア共和国独立以降自身をマケドニア人と考える人々が現れている。ギリシャでは公式にはスラブ系マケドニア人という少数民族の存在は認められておらず彼らの民族的文化的権利の追求が両国間の問題となっている。またマケドニア国内では ギリシャ領やブルガリア領も含めた統一マケドニアに関する議論が多く見られ、右派政党内部マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党もかつてはこれを当然に含めていた。ギリシャはマケドニアが独立後しばらくその国名を諦めないことと合わせてマケドニアが潜在的にギリシャ領マケドニアに対する領土的野心を持つことを警戒した。ギリシャは国名や言語、 民族故障などに関する問題を抱えている一方で、これらの問題が解決されれば、地域の安定と繁栄のために、マケドニア共和国の NATO 及び欧州連合加盟が望ましいとしている。ギリシャはドイツと並んで、マケドニアの最大の貿易相手国であり、両国の経済は深い結びつきを持っている。マケドニアとギリシャを結ぶ幹線道路の建設も進められ、 マケドニアギリシャから多数の投資を呼び込んでいる。北マケドニア共和国はギリシャと比べると物価も賃金も安くギリシャ向けの生産拠点あるいはギリシャからショッピング、観光の場ともなっている。北マケドニアは中央自由貿易協定や南東欧協力プロセスに加盟しており、ユーゴスラビア崩壊後の新しいバルカン諸国の地域、協力体制の枠組みに加わっており、 また NATO 及び欧州連合加盟を目指してきた。2019年2月の北マケドニア共和国への国語変更で NATO と EU の加盟国であるギリシャによる反対が解消したため NATO 加盟国とマケドニアは2019年2月6日、マケドニアを30番目の NATO 加盟国とする議定書に署名し、2020年3月27日に正式に加盟した。一方で、 EU への加盟については、国名変更後の2019年10月の EU 首脳会議で、フランスに加盟を拒まれたが、2020年3月には、加盟交渉に入ることで合意している。EU2005 年、マケドニアは、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国の名で、正式に、欧州連合加盟候補国となった。ニコラ・グルエフスキ首相は2014年頃の加盟を、目指すとしていたが、 2008年後半の欧州連合議長国となったフランスのニコラ・サルコジ大統領はマケドニアの欧州連合への参加には国名問題の解決が前提となると繰り返し表明しマケドニアの国民や政府関係者を失望させた国名問題は2019年に解決したがバルカン半島諸国が EU に加盟することで移民が西欧諸国に流入しやすくなり 移民反対を掲げる政党が増長しかねないと懸念するフランスやオランダ、デンマークなどはその後も加盟交渉入りに反対し続けた。2020年2月には加盟候補国の改革が遅れれば交渉を止められるといった加盟手続きの改革案を欧州委員会が提示しフランスなどが評価。3月24日に加盟交渉入りすることが決定した。NATO2008 年。 ナトはアルバニア及びクロアチアの加盟を認める一方、マケドニアの加盟はギリシャの拒否権行使によって否定された。マケドニアはクロアチア、アルバニアと同時のナト o 加盟が勧告されており、マケドニアに対する加盟拒否は国内で激しい怒りを生んだ。アメリカはマケドニア共和国の故障を認めており、この時のアメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領はアフガニスタンやイラクにも 軍を派兵している同盟国マケドニアの NATO 加盟を強く支持している。一方、ロシアはバルカン半島での NATO 加盟国増加を妨害するため、マケドニア国内に対してギリシャとの和解及び米国や NATO、EU に対する反感を高める政治、世論工作を展開していると報道されている。2020年3月27日、30番目の 加盟国として NATO に加盟した。中日北マケドニア大使館コーラブ3北マケドニアは国土の大部分が産地の内陸国である。北にコソボ及びセルビア、東にブルガリア、南にギリシャ、西にアルバニアと国境を接し、いずれも高い山脈が連なる高山地帯である。最高地点はアルバニア国境のコラブ3。国土の中央には 北西から南東にバルダル川が流れ、ギリシャ領へと続いている。バルダル川の周りには、急峻な渓谷が刻まれ、この渓谷には、北からの冷たい風が流れ込み、ギリシャ領へと吹きつける。この強い北風は、バルダリスと呼ばれている。南西部のアルバニア及び、ギリシャとの国境地帯には、オフリドコとプレスパコという二つの湖がある。北マケドニアは、 地中海性気候と鉱山性気候の中間にある。バルダル川の渓谷部は標高が低く地中海性気候に近い。ここで若きには最高気温が40度に達することもある。一方で高山地帯は冷涼であり、冬季は深い雪に閉ざされる。北、マケドニアには州や県に相当するような中間の地方自治体は設置されていない。北マケドニアは オプシティナと呼ばれる基礎自治体に分割され、その数は2013年以降80自治体となっている。首都のスコピエは単独の自治体ではなく、10の独立したオプシティナによって構成されている。これとは別に8つの地方が存在するが、こちらには行政権がなく、統計上の使用に留まっている。北マケドニアの主要都市首都スコピエ北マケドニアは、ユーゴスラビア時代は、 低開発地域として連邦から受け取る開発資金の恩恵を受けていた。ユーゴスラビアが解体されると連邦からの援助が得られなくなったことに加えてユーゴスラビアという市場を失ったことや体制の転換をめぐる混乱によって経済は大きく落ち込んだ。北に隣接するセルビアは紛争当時国となって国際的な制裁下に置かれた。西の隣国アルバニアは冷戦期に 独自の鎖国政策をとったことからヨーロッパの最貧国となっており、また独立時は社会主義、冷戦体制崩壊によって東のブルガリアも経済的な混乱の最中にあった。海を持たないマケドニアの南の隣国であるギリシャは故障問題を理由にマケドニアに対して経済制裁を行い、国内経済は壊滅的な影響を受けた。 マケドニアの国内総生産は1996年までマイナス成長となった。2003年頃からは周辺諸国の経済混乱も一段落し、また一連のユーゴスラビア紛争が終結、ギリシャとの関係改善の努力も進められた結果、マケドニア経済は毎年平均して4%程度の成長を続けた。しかし、政治的不安によって2017年の成長率は、 0%と落ち込んでいる。2003年には世界貿易機関への加盟も果たした。また、マケドニアは、オフリヌコなどの観光資源に恵まれており、観光開発にも力を入れている。2007年の推計では、雇用者の19.6%は農業を中心とした第一次産業30.4%は、第二次産業50%は、 第三次産業に従事している。対 GDP 比では、第一次産業は11.9%、第二次産業は28.2%、第三次産業は59.9%となっており、第三次産業が大きな比率を占めている。2007年の失業率は34.9%となっているが、これに含まれていない闇経済は GDP の20%ほどを占めていると、 考えられる。主要な輸出品目は食品、飲料、繊維、鉄鋼、鉄などである。輸入品目は機械、自動車、化学製品、燃料、食品などである。主要な貿易相手国はドイツ、ブルガリア、セルビアである。二千十六年アメリカ合衆国大統領選挙以降、 マケドニアはインターネットにおけるフェイクニュースの一大作成、発信源として知られるようになった。きっかけはベレスで30歳代の兄弟が銀行に高級車で乗り付けて数千ドルを引き出し、健康食品のサイトで稼いだという噂が広まって追随するものが増えたためであるという。フェイクニュースの作成、ルフが行われている背景には、 ユーゴスラビア解体以来、経済低迷に苦しむマケドニア国民が、どうすれば稼げるかを考え続けるようになり、モラルが崩壊したためと指摘されている。基本となる交通システムは、旧ユーゴスラビア時代から継承した、多くのインフラを継続する形で利用しているが、近年は、新しい仕様のものが構築されるようになり、これに伴ってその仕組みも変わりつつある。住民は、 マケドニア人が64.2%、アルバニア人が25.2%、トルコ人が3.8%、ロマ人が2.7%、セルビア人が1.8%、その他が2.3%である。マケドニア人は5世紀から7世紀頃にこの地に移り住んだスラブ人の子孫であり、スラブ系のマケドニア語を話す。マケドニア語はブルガリア語と極めて類似しており、 ブルガリア人からは、マケドニア人、マケドニア語は、ブルガリア人、ブルガリア語の一部であるとみなされている。マケドニア人の多くは自らを、ブルガリア人とは異なる、独自の言語を持った、独自の民族であると考えている。マケドニアの民族分布アルバニア人は主に、アルバニア語を話し、多くは、イスラム教徒である。アルバニア語は、インドヨーロッパ語族に属するものの、 アルバニア語のみで一つの語派を形成しており、周囲の言語との類似性は低い。アルバニア語は古代のイリュリア語と関連があると考えられており、アルバニア人は自らを古来よりこの地に住んでいたイリュリア人の末裔であると考えている。アルバニア人は一般にマケドニア人と比べて出生率が高く、マケドニアにおけるアルバニア人の人口比率は増大を続けている。 また、アルバニア人はアルバニア及びコソボで人口の多数を占めており、彼らが大アルバニア主義の担い手となることが警戒されている。現代の北マケドニア共和国のアルバニア人の有力な政治からはいずれも大アルバニア主義は明確に否定している。トルコ人は14世紀にオスマン帝国がこの地に進出した後に移り住んできた人々の子孫である。 彼らの多くはトルコ語を話すムスリムである。ただし、かつてのオスマン帝国では人々を宗教によって区別していたため、時代によってはトルコ語を話さず、トルコ人の血を引いていない者も,もイスラム教徒であれば、トルコ人とみなされることがある。近代以降でも、このようなイスラム教徒が、自らの民族人にを トルコ人としていることもある。また、スラブ語を話すイスラム教徒の一部は、自らをトルベシュ、ポマク、ゴーラ人、ムスリム人あるいはボシュニャク人と規定している。また、イスラムの信仰を持ち、民族的にはマケドニア人と考える者も,もいる。ロマは9世紀頃から西アジア、南アジアよりバルカン半島に移り住んだ民族である。 彼らは職人や大道芸人、演奏家などの職業を主体とする独特の移住型の生活を送っていた。ロマの多くは正教会かイスラムの信仰を持っているものの独自の民間信仰も併せ持っていることが多い。スコピエの首都オリザリ地区はロマが人口の多数を占め、ロマ語が公用語に指定されている。アルーマニア人は 北マケドニア共和国やギリシャ領をマケドニアに多く住む民族である。彼らの話すアルーマニア語はインドヨーロッパ語族のロマンス語派に属し、特にルーマニア語との類似性が高い。彼らには第二次世界大戦前までルーマニアの支援を受け、アルーマニア語の学校が運営されていた。彼らはルーマニア人と近縁の民族と考えられており、その起源はこの地方が ローマ帝国の支配下にあった時に、ラテン化した人々であると考えられている。住民が母語としている言語はマケドニア語が68%、アルバニア語が25%、トルコ語が3%、セルビア・クロアチア語が2%、その他が2%である。マケドニア語は憲法により、公用語とされている一方で、地方自治体において、和社人口が2割を超える言語は、 マケドニア語とともにその自治体の公用語とされる。この規定により、自治体によってはアルバニア語、トルコ語、ロマ語、アルーマニア語、セルビア語がマケドニア語とともに公用語に指定されているほか、2019年以降、アルバニア語も国家レベルの巡航用語となっている。マケドニア語のほか、少数言語話者が母語で教育を受ける機会が保障されており、 アルバニア語やトルコ語による教育も行われている。セーパンテレーモン修道院宗教は、正教会が70%、イスラム教が29%、その他が1%である。マケドニアの領域がバルカン戦争以降セルビアの領土に組み込まれると、国や地域ごとに教会組織を置く原則となっている、正教会の監修に従い、この地域はセルビア正教会の管轄となった。 第二次世界大戦以降、共産主義者によるユーゴスラビア連邦政府によってマケドニアの脱セルビア化が進められ、共産主義者の政府の指導のもと、1958年にマケドニア地域の正教会組織はマケドニア正教会として分離され、セルビア正教会の会に属する自治教会となった。1967年、マケドニア正教会は、 セルビア正教会からの完全な独立を宣言した。マケドニアがユーゴスラビアから分離すると、両教会の対立が表面化し、セルビア正教会は、マケドニア正教会の独立を認めず、自治教会の地位に服するよう求めている。マケドニア正教会はこれに反発して、セルビア正教会との交流を断ち、セルビア正教会を非難している。マケドニア側で、 セルビア正教会の自治教会に服することに同意した。主教らはマケドニア正教会を去り、独自にセルビア正教会の自治教会として、政党フリド大主教区を組織し、マケドニア正教会と対立している。婚姻時、伝統的には女性は婚姻時に夫の性の女性型に改正するが、夫の性に改正することも、改正しないことも、複合性を用いることもできる。 オフリド地域の自然、文化遺産が1979年に世界遺産として認定、登録されている。2019年現在、自然文化遺産の準候補として4つの地点が挙げられており、その1つは過去に同国地域に存在していた宮殿や城塞の痕跡を代表するマルコビクリである。他のヨーロッパ諸国同様にサッカーが人気を博している。 同国は1994年に FIFA のメンバーとして加盟している。ついで、バスケットボールとハンドボール、バレーボールが人気を得ており、これらの国際スポーツチームが同国で結成されている。ありがとうございます。